はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリです。さあ、本日なんですが、メタビート激モ型クシャトリラ、組んできましたのでご紹介をしていこうと思います。これランクマでですね、似たような構築と当たりまして、なんかすげえ強かったんですよ。はい、でキモかったんですよねちょっと参考にさせていただいて、組んでおりますと、このデッキ、そもそもクシャトリラがね、単体性能がめっちゃ高くて、で、一枚一枚で仕事が、できるというところが、まずそもそも強いというところと、あと、メタ系のカードを採用できる、クシャトリラ自体は。例えば、今回採用しているのは、パニッシュメントとか、ネクロバレーみたいなカードなんですけど、特にパニッシュメントがね、やっぱ強くて、エクストラから、特殊召喚できなくても、別にクシャトリラってクシャトリラ単体だけで戦っていけるんで、それは全然大丈夫っていうところと、あと、ネクロバレー張った時の、パニッシュメントめっちゃ強くて、これ次元の叫びとかでも似たような、メタは張れるんですけど、叫びを張るとね、パニッシュメントが打てないというか、打っても、墓地にカード送れないじゃないですか。あれ、打てるんだっけ、これ、裂け目って。裂け目がね、あれなんだよね。墓地に送られるカードが除外されるでしょ。そうそうそうなんです。だから、パニッシュメントで、墓地を送んないと、結局、相手のカード破壊できないから、だから、裂目張ってパニッシュメントは打てないんですよね。打てないというか、実質無効になっちゃうからダメなんですよね。だけど、ネクロバレー化でパニッシュメントをぶち込んでいくと大丈夫なんですよ。墓地には別に送れるんで。墓地へ及ぶ効果と除外できないだけで、別に墓地で効果を発動はできるんで、だから、パニッシュメントをぶち込めるようなネクロバレーになってますね。で、ネクロバレーを持ってこれる司令官は単純にね、打点も優秀で、これネクロバレー貼ってあると打点が2100になるんで結構強いんですよ、メタビートのモンスターとしてはね。なので、結構そこら辺の下級モンスターであればぶん殴れるから、これは結構強いところと、あとパキュアルですね。バースがあれば通常召喚できるんで、クシャトリラだから特殊召喚しなくても、バースがあればなんかそのデッキ手札に持ってきたクシャトリラシンプルに召喚できるから、だからパキュアルとも一応喧嘩は一応 しないというか、バースがあれば召喚できるので大丈夫なんで、パキュアルも採用しておりますと。だから理想版名はクシャトリラとかで展開して、ネクロバレー張って、後ろに罠構えるみたいな感じので、こいつで蓋するみたいな感じの構築ですね。で、エクストラがマジでむずいんですよ、これ。パニッシュメント用のね、カードと、あと、スケープゴート入ってるんですけど、スケープゴート用のリンクのモンスターと、あとランクならが欲しいので、エクストラ正直20枚欲しいです。かなりね、ちょっとシビアなんで、ちょっとこの辺がね、まだ調整終わってないんですけど、一応ね、スケープゴートからの、ライゴとかトランス、アクセスみたいな、そういう動きは残して、でランク7はもうちょっとディアブロッシュに絞って、戦っていこうかなという感じですね。はい、早速ね、この激キモメタビートのパワー見せていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、ユニコーンかぶり、ガンダムユニコーンくん、ちょっと来すぎなんだけど、やる気出しすぎじゃないこれ。でも何引くか分かんないから、とりあえずユニコーンでバース救出してからですね。ゴードンはとりあえずもうサーチしないなみたいなタイミングで打っていくのが一番良さそう。ユニコーンになんか誘発投げると相手 X は抜かれるから、ちょっとかなり誘発投げにくいみたいな話はありますよね。さあ、5億で同様のツボ発動。うらら投げるならここじゃないですか。うらら投げるならここ投げないとやばいんじゃないですか。おーおーおお、なんかあるんだよな相手。うわー、ネクバないか。ネクバなし結構厳しいな。これ召喚しますか。バースあるんで、普通に通常召喚しまして、ここがフェンレルだったらマジ強かったんだけどな。いや、ここね、パーピアス来たらもうここがフェンレルになるから実質ね、もうさすがに最強というところあるんだけど、ちょっとディアブロシス行くしかないかなと言ったところ、これで相手のエクストラ抜いてなんか後ろで戦えばなんとかあるんじゃないですかね。シャングリラの方が強い説も一応あるんだけど、ティアラメンツか。なるほど、ティアラか。いや、意外とエクストラ結構いろいろ入ってるな、このデッキ。これキトカロスね、一応抜いたらなんかなんとかなるかなとか思ってるんですけど、意外とそうでもなかったりするんですよね。はい、意外とそうでもないっていうのはこのデッキ強い、普通に。単純に相手の
エクストラ1枚抜いたところでなんかいろいろできるじゃないですか、ティアラメンツって。だからなんとかなっちゃうみたいなのね。いやこれマジでネクロバレー欲しかったな。まあなんとかしていきましょう。じゃネクロバレーがね、ドラゴンパンチメントが打つと相手のティアラメンツ破壊してもなんとかなるから、まあ結構大丈夫なんだけど、まあパニッシュメント1枚だとちょっと厳しいですねのみだとね、ティアラメンツ相手には何も効かないから基本的に。シェイレン、いやまあうらら打つしかないでしょこれは。ちょ墓地肥やされるとさすがにやばいので、でこれでユニコーンで回答を抜きます。はい、モンスター効果が発動したので、このキッチェン処理後ユニコーンで回答を抜いていく。いやむず、あと何人抜けばいいのこれ。カレイドかな、カレイド、アンヘル、アゼウス、だから抜きたいカードめっちゃ多い。カレイドか、あいける爆発からのカレイドみたいなことされるのが一番うざいもんな。いやまあでも手札によってはね、アーゼウス抜くみたいなね、まあそういうこともあるんだけど、まあとりあえず相手のデッキからなんか全部除外される、なんかキーカード、キーカード全部除外されろ、もうなんかメイルーとかもう全部除外されろ、メイルーとかハウフニスとかうわー、やばいこと起きたー。これ暴発クリアでしょ。いやー決めー人のデッキ、いやもう100歩譲って自分のデッキ掘るのはいいけど、人のデッキ掘るなよ。俺ゴード打ってんだって、やばいマジで。ちょっとデッキからされる。ユニコーンで回答を一緒抜いていくのとディアブロシで一緒回答抜いていくしかない。はい、ハウフニスいいでしょう。ハウフでキトカロス抜いてるんで、これ出てくるのはカレイド抜いているから、これ何でいくのこれ。レインのハートどうぞ。レインの特集、はい、シェイレン落とす。これ何でいくんのこれ。あーミドラーシュか、なるほど。ミドラーシュ出てきて、シェイレンの効果も発動できるみたいな感じかな。まあミドラーシュはあんま関係ないな、あんま関係ない、あんまり関係ない。ドラゴスタペリアとかですかね、出てくるとしても。カレイドを一応抜いたので、出てくるとしたら多分スタペリアとかなんじゃないかなと思うんですけども。さあミドラーシュと、あれですよね、スタペリア OK、 了解です、了解しました。まあスタペリアは別にまあいいでしょう。ディアブロシス抜けねえし、あいつ打点で。ランク4やばない、やばいやばい。アーゼウス、アーゼウスされたら世界が終わる。特攻からのなんかスタペリア特攻からのアーゼウスされたら世界が終わる。やばい、あそっち、あそっちなんだ。スタペリア特攻かと思ったわ。スタペリアでなんか特攻してリダンにアーゼウス乗せられるのかなと思ったわ。ちょっとリダンは一回黙ってもらうか。ちょっと君逃げられるとさ、ちょっと鬱陶しいからさ、ちょっと一回黙ってくれる。さあこれでパニッシュメント通り、ヌトス砲が炸裂をしていく。炸裂ヌトス砲ほで、さらにヌトスの方がさようならドラゴスタビリアさんあーまあまあまあ、レベルを1にするのね、まあ、大事ですよね。これレベル3のチューナー特殊、召喚されてバロネスみたいなことされるかもしれませんからね。これやっといた方がいいでしょう、相手的にも。はい、 OK、ご自由にあとは展開していただけばいいんですけども、さすがに大丈夫なんじゃないですかね、こんだけ処理すれば。はい、オッケー。まあとりあえずやっぱキトカロスとカレイドハート抜いといてなんとかなるなあ、ライズハート来た、最強だわ、ライハ最強じゃね。とりあえず抜くか、とりあえず脳死で相手のエクスタン抜くわ。いやこれ絶対さ、ディアブロシス禁止にした方がいいと思うんだよね、俺。このモンスターキモすぎない、やってること。いや、かなりキモいと思うんだよな、これ。まあ、とりあえず一回クシャトリア、ライズハート出します。で、ライズハート効果発動します。フェンリル除外しまして、で、バースでフェンリル蘇らせます。てか、これあれだな、ライズハート特殊はね、よかったな。別に歴史しかしねえや。でフィンリル効果発動します。さあ何か発動しますか。何も発動しない、まあ、フィンリル持ってくる。特殊型5出すなのにな、バトルフェーズ
まあでも多分勝ちでしょう。はい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 。一生回答を抜き続ければ絶対に勝てるっていう、そういう理論ね。いや、うん、これね、使ってる側もちょっと申し訳なくなるからね、ディアブロシスは多分、ね、禁止した方がいいね。あー、まあ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 悪くないんじゃないですか。高校ハンド的にはまあ悪くない。うん、まあネクバ張って増字通れば、まあ、分からせられんじゃないかなと思うんですけども、カルテシア OK、まあ、とりあえず増殖筋発動、通れ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 通っていく、音と通っていく。まあ、血通ったらさすがにそんなやばいこといないでしょう。あーグランギ OK、 グランギによる、あー最強モンスター来ちゃった最強、史上最強モンスター来ちゃった。かっこ押し字では禁止カード。フェンリルいつ行くんですかね。あの販売期間が終了したぐらいで行くと思うんですけど、フェンリルくんね、販売期間いつまでだっけな、3ヶ月くらいかな、2、3ヶ月くらいと思うんですけど、あのだいたいマスターデルのパックってね、まあ、多分クシャトリラがあの販売されてる期間中は多分規制かかんないとは思うんですよ。で、そのなんか他のモンスターたちの規制がかかると思うので、例えばなんかディアボロシスが禁止になるとか、まあ、そういうことですね。まあでもエクストラかけるとしたらもうなんかディアブロシスぐらいしかなんかない気がするな。結構動いてくるね。動いてくるは動いてくるで結構めんどくさいね。まあでもネクロバレーあるからまあなんとかなるかなと思うんですけどね。展開そんなに伸びるわけじゃないし、ネクロバレー張ればね、相手のターンに。これ自分のターンだけだとそんなに展開伸びないでしょ。あー、オッケー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 。うわ、でも三角ステキメえ、サンクセは決めで帰ってくる、いいでしょう。うわー、そんなことされちゃう。まあでもサリークとかクライムはまあ打ってないか。イメージはだって遅えよバカが、バカタレが、僕いけますじゃないんだよお前もいけないんだよ。え、なにシャドウルーク、ミドラシ取るわ。ミドラシめんどくさいな。まあ、フェンリルでなんとかするか大体フェンリルでいればなんとかなるっていうね。ミドラシいいでしょう。特殊化は1回しかできないけど、1回できるんなら別に大丈夫。クシャドリラフェンリルが出せるんだったら俺はなんとでもなる。いけクシャドリラフェンリル、召喚はできるんだもんね。クシャドリラフェンリルを特殊化バゴーン。さあクシャドリラフェンリルの効果を発動するかよろしいか。さあここで何らかのチェーンがある。さあクシャトリラフェンリルの効果、敵からクシャトリラモンスター1枚を手札に加えることができるが、それを無効にしていくしかない。いいだろう。よし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 、十分だ、問題はない。ではちょ、うるさいお前お前無効になってるんだよ。ちょっとお前うるさいな。無効ですもんね。そうですよね。エクレシア召喚ですね。で召喚効果ドラグマパニッシュメント持ってくるスタイルで、これはですねミドラーシュ殴るしかやることないですね。これスカ、ネクロバレ持ってきてもあんま意味ないですもんね。殴りましょう。で君もういける、僕いけますじゃないんだよ。お前ドラゴンストップレイがいなくなってから仕事しろ。でメインツでセット、まあセット、これでエンドですかね。パニッシュメントあれはなんとかなるんで、多分まあそこで相手のモンスターしょって、でもうネクロバレー貼ってある状況下ではティアナメント破壊してもね、あの大丈夫なんで、まあ、このネクロバレープラスなんかパニッシュメントみたいな盤面が作れれば、別になんかあんま気にせずにティアナメントバンバン破壊していけるから、まあ割とね悪くはないといったところで、シェイレイは普通にうざい。いやー鬱陶しいわー。ケルベクも落ちてんじゃねえか。お前クシャトリアフェンリル、お前黙れ一回もうお前黙ってろ。まあでもムドラとかあんま関係ないね、ケルドとか。はい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 、殴ってくるのであれば普通にパニッシュメントしましょう。でも前しょっていけばいいんじゃないかな。
シェイレーンを対象に取ってヌトス落としてヌトスで、スタペリア破壊ディーマンで、ヌートス、はい、で、シェイレーン効果はあんま関係ないから別に大丈夫で、デヌトス効果発動で相手のスタペリアを破壊したいです。これでもう前盤面ショレルね。さあどうする、スタペリア効果を発動するが、まあ、あんまり今関係ない、レベル1なのうざいけどね、レベル1なのうざいけどあんまり関係ない。さああとはその伏せカード、おそろそろいけるじゃんこれ、フェンリル、よし、いなかったぞ天敵が、天敵がいなかったのフェンリル、いけ、よしお前のパワー見せてやれお前うるさい黙れ、よしで我のターン、ドロー、ネクロまで行きすぎ、ネクロまで行きすぎ問題、一回こっちからか、フェンリル効果発動、さあクシャトリラカードを持ってくるぞ。あまあライズハートですかね、いやバース欲しいんだけど、バースが欲しいんだけどないから、ライズハート持ってきて、でライズハート出して、まあ、除外しておきますか一応、まあ、バースすべきした時に、特殊召喚できるので、馬除外しといて、ちなみにネクロバレーカのね、墓守の司令官のね、打点がね、めっちゃ高いんですよね。これ、こいつ、元の1600あるから、打点が。これなんか消化すると2100になるっていう。めっちゃ強いですよ、これ。でも普通にアタッカーとしてめちゃくちゃ優秀で。あっ。あっ。やばい。うわー、そうなんのか、これ。やばいこと起きた。ちょっと待って、そういうことになるの、超融合を食らうんだこれマジ、いやしかい対象取れねえからパニッシュメント打てんやん、あのモンスター最強じゃねえか、やばい打点抜けない、うわー属性が弱い、墓守の司令官属性がなんか、いやこれなんか風属性とかなんねえかな、血並べられると超融合なっちゃうんだこれ、なるほどね、確かに地属性サイキックと地属性魔法使いだもんね、いやそうですよね、いやこれ対象取れないのバリきついですね、ドラゴン最強か、おい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 、やばいんじゃねえの、ドラゴンは、ドラゴンじゃねえ、ドラゴンは、えこれ何出すんの、ああそっか、あリンクリボー出せんだ、レベル1になってるから、なるほど、これリンクリボーにして変換してスケゴセットしてんだな、これ、はい、スケゴがね結構強くて、展開力やっぱ1枚で4枚出せるんで、まあこれ1枚からねアストラム行ったりとかライゴー行ったりとかできるんで、まあ非常に優秀なカードなんですが、これ、まあ、盤面開けれたんでスケゴ出してからリンクすればあいつ抜きますね普通に、はいはい、 OK です、でバトル OK でしょう。さあ、ドラゴンビートに負けそうになっている男、ドラゴンビートに負けそうになっていますが、このスケープゴートで分からせていくスタイル、セット OK、 エンドフェイズスケープゴートの効果、さあ自分のフィールド上に羊トークンを4体特殊召喚、ピローン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 、さあこのモンスターはアドバンス召喚のためにはリリースできない、ただしリンクストアにはできる、あ司令官めっちゃ来る、司令官でも抜けんじゃんこれ、司令官でも抜けるわ、2100だから打点が、どうしようかな、何出そうかな、ライゴーかな、ちょとりあえずライゴーいきますか、セキュリティなんかエクストラなんかクソ適当に入ってるから、なんかあれだな、もうちょっとスケープゴートの展開ちょっと精査した方がいいわ、クソ適当に入れてるからさ、対象取れるのうぜえな、本当はねセキュリティ出してワンバウンスとか一応できるんですけど、セキュリティ出しても意味ないので、もう直接ライブ行きますか、なんかエクストラ節約します、これいっかもはや、
もはやこれでいい説。はい、あ、ヒートソウルはした方がよかったな。やべ、まあいいか。ちょ、ヒートソウルは一応した方がよかったわ。調節だ。まあいいや。1枚ドロー入るんでね。まあ相手多分普通そんな強くないでしょ、ずっと使ってないしね。多分ティアラメンツ系のカードだと思うんですけど、まあなんとかな。まあっていうかそもそもさ、いやこれ破壊しない方がいいかな。なんか持ってこられるとそれはそれでめんどくさいもんね。トラップ破壊すると結局ね、カード持ってこられちゃうんで、それはそれでめんどくさい。ネクロバレーはサーチは止められないからね。ちょっとライゴー破棄で、なんか打点が高いだけになっちゃった。ライゴーただの3000打点っていう、3000打点の置物になった。まあいいや。でもそれだったら打点高くなるアクセスとか出した方が良かった説は結構あるな。なんか脳死でライゴーを出したが、もうちょっと考えてから出した方がいいですね、これは。これな、時間めっちゃ余ったからもうちょっとね、あのちゃんとね精査してから展開を考えた方がいいです。よくね、いや本当にね、タイムアウトめっちゃするからさ、俺プリン5世から、なんかちゃんと考えるところで時間を使う癖をねつけた方がいいなと日頃から思ってはいる。うわ、スクリーム来た。でもあんま関係ないね。まあ、ネクロバレーが処られなければ問題はないんだよね。でシェイレーン出てくるから、スクリームで墓地に落ちる。でフェンリル起源起源、何も起きなかった。何一つ起きなかった。かわいそうにな。一応殴ることはできますけどね、相手余計なことせんと。もうなんか効果発動せずに殴るわ。なんかもうとにかくティアラメンザ効果発動せずに殴るのが一番いい。マジで盤面ができているのであればね。こっちから動くとなんかろくなこと起きないから、これでいい。もうはい、オッケー。でライゴの効果もこれはもう破棄。もうライゴを出す必要はありませんでした。これアクセスコードでいいです、もはや。こんなものは対戦ありがとうございました。いや、エクストラ足んないんだよなこのデッキ。エクストラがね、空いてればもっと強いことできると思うんだけどね。ドラゴンパニシメントがやっぱモンスター除去性能として非常に強いので、まあ、それを入れたくてネクロバレープラスドラゴンパニシメントの、盤面がね、かなり処理能力も高くて、まあクシャトリアとかも処れるからね、まあ、割と強くてね、まあそれをしたくってさ、まあちょっと今回入ってんですけど、バース引きすぎだなこれ。ポーカーしてんじゃねえんだから頼むわ。ユニコーンを出していくじゃないか。いやー微妙だなこれ。いやこれ微妙ですねこれ。パキアの召喚の方が良かったかもしれないな。かなり微妙。ディアブローシスでドヤ顔変とするの、やっぱここねトマホーク入れて展開する説もあるんですよ。これちょっと、なるほど。何このデッキ、ロンゴミ入ってるんだけど、これエヴァイロンゴミじゃんこれ絶対。これエヴァイロンゴミでしょこれ。今のエクストラ絶対エヴァイロンゴミだろ。激キモカード。まあでもエヴァイロンゴミはロンゴミ抜けばなんとでもなるから多分大丈夫なんじゃない、まあ、これでなネクバ張ってエンドなのかな。いやこれトマホークした方が強いのかな、ちょっと謎ですね。まあ、トマホークするとトマホークに重い誘発を受けるっていうね、まあ裏目が存在するんでね。まあそれがちょっとうえーい、ギャース。シャングリラにしとけばよかった。シャングリラにしておけばよかった。ネクロバレー刺され、あ、何もなくなったけど俺。何一つなくなったけど大丈夫。ビンゴマシーン GO GO。 え、あ、死んだね。あ、死んだね。やべえ、脳死でワンキルされそう社長に。あ、いや急に飛んでくる激励ワンキルバカ強えんだけど、ちょ待って、かっけえけど。いや急にその意識外から飛んでくる激励ワンキルちょっとさすがに強い。